中住義雄は日本の競馬騎手、調教師。神奈川県横浜市出身。1938年より日本競馬界で騎手となり、1944年から1945年にかけては中華民国の天津競馬でも起乗した。戦後日本で騎手として復帰した後1961年より調教師に転じ、クラシック2巻品馬テスコガビーや。 天皇賞優勝馬、アイフル、菊花賞優勝馬、皆川真奈、さつき賞優勝馬、あずまハンターなど数々の活躍馬を手掛けた。1997年定年により長教師引退。父は、日本レース、クラブの重鎮であった、中住世之助。師匠でもある騎手、長教師の中住達也は2位。騎手の中住六尾は追い。 1921年、日本レース、クラブに所属する、長教師、中住世之助の次男として生まれる。幼少より、騎手になることを志し、小学校卒業後に一旦旧姓横浜第三、中学に進学するも3年児で中退し、兄、達也の下で騎手見習いとなった。1938年、騎手免許を取得。 旧社の有力馬には達也が起乗していたことから、能力が劣る馬の起乗を余儀なくされ、また、騎手兼休務員として起乗馬と共に全国を渡り歩いた。この生活の中で小商売の管理などを経験したことが、後に調教師としての糧にもなったという。百四十一年に徴兵を受け満州の第十八連隊に入隊したが、過酷な生活環境から体調を崩し、 六幕園をわずらい除隊。日本に帰国したものの太平洋戦争の激化で、競馬は中止されていた。そうした中、競馬界の幹部であった佐藤茂信が中国、天津競馬場で馬長を務めていると聞いた中中は、自身もそこで帰乗しようと思い立ち、大陸に戻り、天津で騎手となった。戦時下にもかかわらず、天津競馬は活況を呈しており、 蒙古馬を競争馬にしながら16人の日本人の他に中国人、フランス人、ロシア人機種が活動していた。中中は反応の鈍い蒙古馬を日本式のフォームで乗りこなして活躍したといい、1日14レースのうち13レースで勝利を挙げたこともあったという。1945年6月に再度徴兵を受けたが、8月に中国で終戦を迎え帰国した。 なお、日本で競馬が再開された後、中重や佐藤が中心となり、天津で売られていた連勝式馬券を推進し、やがて日本でも連勝式馬券が発売されるようになった。戦後も騎手を続けていたが、1950年頃に落馬事故で脊髄を痛める。旧社事情から以後も痛みを押して騎乗を続けたもののやがて限界を迎え、 1961年3月より、調教師へ転身した。基地通算成績は、転身時代を除いて1 1 2 1 3 8勝。旧社開業後の11月に、店舗で東京アラブ障害特別を制し、初年度に重賞初勝利を挙げる。翌年にも、同馬で同競争を連覇した。以後しばらく重賞勝利が途絶えたが、 1974年10月、テスコガビーが、京成杯3歳ステークスを制し、12年ぶりに重賞勝利。同馬は、翌1975年に、クラシック路線に乗って活躍し、ン馬参冠初戦の大歌賞では2着に、大差、タイム差にして1.9秒差という、競争史上最大儀差で優勝し、中中中に、初の八大競争をもたらした。 二冠目の優秀品馬でも二着に八番審査をつけて勝利。以後は故障もあり一戦したのみで不慮の病により死亡したが、テスコガビィはその圧倒的なレースぶりから史上最強品馬とも評された。以後中19社から活躍馬が続出し、1976年にはアイフルが天皇賞、1981年には皆川万奈が菊花賞。 1982年には、アズマハンターが、サツキショウと、それぞれ八大競争を制した。テスコガビー以降は、花々しい成績を残した中中であったが、場所には高額馬を買わせることを良しとせず、牧場めぐじの中で安価な素質馬を生み出すことを胸とした、長教師であった。1992年に、マルマツエースで、エプソムカップを制したのが、 最後の重症勝利となり、1997年2月28日、定年により調教師を引退した。調教師としての通算成績は6,843,730勝、うち8大競争5勝を含む重症24勝であった。2004年3月21日に、肺精神のため死去。82歳坊津。 八大競争優勝場その他重賞競争優勝場、太地は門下生。ありがとうございます。